もう一度あの頃に戻りたい。もう一度小さくなりたい。みなみくん。だから昨日言ったでしょ、ダンスのワークショップ、南くんのところに置いてください。リキリシ新作、こういうのもここに入れてみたくなったっていうか。ちなみのこと好きなの？好きなんだ、ホリキリシが。見られた？千代美ね、ワークショップ行ってないのよ。え？本当にお姉ちゃんごめんね、アスカ。相変わらずひどい寝相だな。早く起きろ、遅刻する。見てたの？よくそんなひどい状態で寝れるなって。じゃあ俺着替えるからそっち向いとけ。はい。小さい体になって4週間、いろんなことがあったけど。ほら。うわ、いただきます。久々のばあちゃんの飯だぞ。なんだよそれ、俺だってばあちゃん入院してる間頑張って作ったんだぞ。最近二人のあうんの呼吸ってやつですか、そういうのもできてきて、最近結構いい感じなんじゃないかな私たちって。私がそばにいなきゃご飯作れなかったでしょ。まあそれは認めるけどよ。素直でよろしい。話は苦手でうまくは話せないけど、君と僕の不思議な話をしよう。ポケットの中に収まる小さな話じゃないんだ、神様のいたずらでドラマティックな扉開けた。二人で幸せの形に名前なんてないけれど、君と作る世界なら魔法のように消えない言葉書き込んでめくるページ、おとぎ話の続きみたいに僕らずっと笑えるね。虹のかかるその気をつけて行ってらっしゃい。おばあちゃん何でもなくてよかったね。うん、相変わらずお前のことは一寸姫だと思ってるけどな。
本当にそう思ってるのかな。え？お兄ちゃん。おはよう、あすかちゃん。どうしたの？え？またなんかあったの？やばいよ。お母さんがお姉ちゃんの捜索願い出すって。え？え？いや、捜索願いって大げさじゃないか。そうだよ。あんまり大ごとになるとお姉ちゃんだって帰ってきづらい。4週間よ。4週間帰ってこないってだけで十分大ごとよ。それにこっちから連絡つかないなんておかしすぎるでしょ。母さんの気持ちはよくわかる。俺だってね、この身が張り裂けそうなぐらい心配だよ。でもさ、あいつ言ってたじゃない、今必死にもがいて頑張ってるって。俺はあの言葉信じてあげたいな。私だって信じてるわよ。あの子がおかしなことするはずないってそう信じてる。でもね、あの子女の子よ。女の子が一人うろうろうろしてるって分かったら、もう汚い大人うじゃ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 言ってきた。分かった分かったから。お母さんね、落ち着いて。落ち着いてなんかいられないわよ。確かにやばいな。お母さん、とりあえず3日だけ待とうってことになって。3日？うん、今すぐ行くっていうの必死で止めて。あれ以上お母さんを止めるのは3日が限界だった。どうしよう。警察が調べたらメール南くんのとこから送ったとか全部バレちゃうよ。家宅捜索とか入っちゃう。やばいよ。携帯とかあの時身につけてたものとか全部捨てよ。いや、今更おかしなことしない方がいい。でもこのままじゃお兄ちゃんが誘拐したって疑われちゃう。実際誘拐してるようなもんだろ。違うよ。私が勝手に押しかけて。俺がいいって言ってんだから。お兄ちゃん、いやー筆乗ってるわ。何読んでんですか？堀切さんの書いてるオンラインノベルなんですけどね。堀切？え、堀切ってあの3年A組の失踪騒ぎのあの堀切ですか？し、堀切、オンラインノベル好き好き。誰だと思う？誰だと思う？あ、小説。これ宮城まあ、わざわざ言うってことかだとしても。ちょっと乾かしてくれるか。え、聞きたいことがある。これ堀切やん。久々に聞くな。ちょ、見せて見せて見せて。待って待って待って、おいおい。なにポケットの中のちょびっこ。ちょびっこ、なんなのこれ。だから、うん、あいつオンラインノベルの作家らしいんだよ。マジか。ほらこの、うん、月うさぎミカエラってのがペンネーム。月うさぎミカエラ、なんなの、うん、それ本当なの。え、ああ、あれ、あいつって東京でダンスやってんじゃねえよ。あ、そうだよ、そうそうそう、うん、やばいな、堀切氏。オンラインノベルだよ。リク月うさぎミカエラ、これ強みだよ。よくもいろいろ白がくれてくれたな。お前には聞きたいことが山ほどあるんだ。お前のそのちょびこのこととか。は？ちょびこ？お前の胸ポケットの人形だよ。え？まだ白ばっくれんのか。たくお前ほんと芝居うまいな。俳優にでもなったらいいんじゃないか。リク、これ知ってる？え、何？これ強みなんだって。へえ。月うさぎミカエラオンラインノベルで書いてる。すっかり有名人ね、堀切さん。月うさぎミカエラだっけ？知ってたの？いや。そうなんだ。バレちゃったよ。南くんに読まれたらやばい。どうしよう。いや、でも南くんは絶対そういうの読まないか。うん。まあいっか。あずまじの道の果てよりもなお奥通方に追い入れたる人、いかばかりか
母やしかり剣をいかに思い始めけることにか、世の中に物語というものの案内をいかで見栄えやと思いつつ、つれづれなる昼間酔いなどに姉ママ母など世の人々のその物語かの物語光源氏のあるようなど、ところどころ語るを聞くに、いとどゆかしさまされど、我が思うままに。気がついたら、私は少女に捕らえられていた。リリアンの紐を腰に巻かれ、それは少女の左の指につながっていた。逃げちゃダメよ、フェアリーさん。逃げたいでしょ。どうしても逃げたかったら、あなたの一番愛する人の名前をつぶやいて祈ってみればいいわ。みなみくん、じゃあみなみくん読んでみて。え、あ、はい。授業中は電源切ってね。はい、すいませんでした。みなみくん、やっぱりこれ千代美だよ。千代美ワールドだよ。え、それじゃあやっぱり千代美はそのオンラインのとやらをやってるのかい？絶対千代美です。よかった、ワークショップ行ってないって聞いてからずっとすごく心配してたんですけど、とりあえずこまめに更新してるし。でもなんで家を出る必要が？そうだよ、何も内緒でやらなくてもさ。それはやっぱりご両親に見せるのは恥ずかしいと思うんですけど、でもなんで私たちにまで？ねえ、ごめん、俺実は知ってた、堀切氏が月兎ミカエラだって。え、ごめん亜美っぺ、堀切氏がオープンにしてないことを勝手に言うのもって黙ってたんだけど。困るよ、そういうことはさ最初に教えてくれないと。すいません、俺が知ってるって月兎ミカエラも堀切氏も大好きだって伝えた日にいなくなっちゃったから責任感じちゃって。高木さんは悪くないよ。お姉ちゃんがいなくなったのは月兎ミカエラとしての活動とは全く関係ない。そう思う好きな子の妹ってだけでずっと友達の私には話さなかったこと話すんだね。アミって。ごめん、なんでもない。にしてもアミってすごいよな。ちょっと読んだだけで絶対に千代美ですって。さすが親友だよ。だって千代美、チョビ子ってなんか似てるじゃん。え、それだけ？そうだよ。へえ。え、なんかおかしい？いや、なんかすげえなって。もう聞いてたんだったらすぐに言ってよ。ごめん、お姉ちゃんが帰ってきてから自分で行った方がいいのかなあいつこんなこと考えてたのかそれをさ、こんな風にさ、こうなんつうの、表現つうの、知らなかったな、あいつにこんな才能があったなんてさ。そういえばあの子、子供の頃小人見たってで大騒ぎしたことがあったわよね。一寸姫を見た。うん、そう、一寸姫。何言ってんの、そんなことあるわけないでしょ。うん、でも本当にいたんだよ、川でみなみくんと一緒に。いい加減にしなさいね、お母さん忙しいんだから。もしかしたらあの子には本当に見えてたのかもしれないね。もともとあいつ夢見がちだし、
ほら子供ってさ、夢も現実もあんま区別ないもんな。私もあんなに怒んなければよかったかなって。お姉ちゃん、もしかして本当に小人になってたりして。もうあんたまで何言ってるの。でもあの子には言いたくても伝わらない思いがいっぱいあったんでしょうね。しかしさ、ダンスだの作家だのやったら壮大な夢ばっかり持ち上がってさ、もう少しこう地に足のついた職。本当よね、さすがヘビメタやるって東京に行った男の娘なだけあるわ。ヘビメタ。で、お父さん、え、マジで？マジ。俊一遅いね。ちょっと走ってくるって言って全然戻ってきやしない。千代美ちゃんほっぽらかして何やってんだろうね。え？この赤いドレスは大男が私に用意してくれたものだ。彼はきっと何の気なしに選んだのだろう。でも無意識でも似合わないものをくれるはずがない。今日も私は赤いドレスを着て大男を思っている。ポケットの中にいるとき私は一番彼のそばにいる。彼の体温、鼓動を感じ、彼と同族の他のどんな女より彼の近くにいられる。一番近いのに一番遠い。この思いが叶うことを夢見ては、そんなはずはない、大男が私を思うはずがないと打ち消し、自分に言い聞かせる。そばにいられるだけでいい。大男を愛している。私は誰よりも。私のお母さんはとっても怖いです。すぐに怒ります。小人のことを言ってもそんなものはいないと怒ったので悲しかった。でも私の誕生日の時、お母さんは熱を出したのでパーティーは無理だと諦めていたら、お母さんはハンバーグとポテトを作ってくれました。嬉しかったです。お母さん大好き。南くん、どうかした？帰ってきてからずっと黙ってるけど。あ、いや。はーい、
俊一君の同級生の高木と申します。高木？りく、何しに来たんだろう。あら、いらっしゃい。俊一、高木君がいらしてるわよ。降りてらっしゃい。俊一君の部屋2階ですよね。大丈夫です、僕そのまま部屋行っちゃいますから。は？そう？おい、隠れてろ。どうした？急に何の用だ？男同士の話がしたいんだ。入れてくれないか？ちょ、おい！俺、勉強中だったんだよな。話あんなら手短にして。お前のフィギュア、夜はここで寝てるのか？あ、いや、これはどう見てもフィギュア用のベッドだろ。はぁ、何言ってんだよ。ただタオルを入れてるだけだ。ごまかす気か？なら俺のフィギュア入れてみるか？見ろ、ぴったりじゃねえか。お前何の話してんだ。俺はフィギュアとかそっち系の趣味は。とぼけんなって。俺教室でお前のポケットから顔出してる堀切氏見たんだよ。え？よくできてたなあれ。リク、私は人形だと。うまい。一番聞きたいのはそんなことじゃないから。南、お前堀切氏が好きなんだろ。リク、俺だって物作るの好きだからわかるよ。あそこまで堀切氏に似せた人形作れんのはそれだけ深く思ってるからだ。何言ってんだよ。そりゃあいつは幼馴染。それだけじゃないだろ。なんでごまかすんだ。ごまかしたのか。お前なんだろ。男はねえ、ごまかすんだよ。俺は堀切氏が好きだ。からポケットの中のチョビくるんで嫉妬したよ。俺が大男だったらよかったのにって。何のことか。じゃあこれなんだよ。お前の人形見せてみろよ。だから人形なんか。どこだ？あ、よせよせ。おい、どこだ。やめろ、やめろって。あら、静止してるわね。俺が堀切氏に。かわいい。え、これ自分で作ったの？すごい。それは堀切氏はここに。堀切氏に会わせてくれよ。どこにいるか知ってんだろう。会わせてくれよ。それは無理だ。無理？
だったら聞く。お前にとって堀切氏は何だ。何言ってる。これだけは言っとくぞ。堀切氏に悲しい思いさせんな。お前だってちょびこ読んでりゃ分かんだろ。片思いだって叶わない恋だって思い込んでお前のせいだよ。俺のせい。お前堀切氏に自分の気持ち伝えてないだろ。なんで苦しませるんだよ。好きなら伝えろよ。お前の思い伝えろよ。人を好きになるのが怖くなったんだ。中学の時父親が出てって父親だって母親のことずっと大切にするって思ってたはずなんだよ。でも人の気持ちは変わる。俺だってつまり堀切氏を傷つけたくなくて誰も好きにならないって決めたんだ。親父みたいになりたくないから。でも高木お前が千代美の前ちょろちょろすると何か腹が立って俺に嫉妬したのか。お前が俺にそんな権利ないのにな。あの晩千代美は俺に気持ちをぶつけてきたのに俺はあの時ちゃんと受け止めてたら。その気持ち堀切氏に伝えろよ。ちゃんと言ってやれよ。大男はお前なんだぞ。大男は本当はチョビ子が好きなんだって。チョビ好きだ。好きなんだチョビ。おい俺に言ってどうするんだよ。お前は片思いなんかじゃない。お前はもう俺の一部なんだよ。今堀切氏の声が。みなみくん、私だってみなみくんがいないと。いや。みなみくん。喋った。ありがとうみなみくん。やっと分かった。みなみくんの気持ち私も一緒だった。あの晩まで自分の気持ち気づかないようにしてた。これ厳しい。おいみなみ、これフィギュア。りくごめんね。リクから告白されたあの晩私は
この姿になっちゃったの。こんな姿って堀切氏なの？本当にチョビ子になってたんだ。なっちゃった。引くよね。ああ、いやいや、引きはしないけど。かわいい。かわいいよ。その赤いワンピース、ミナミが。小さくなって着る服がなくて、ミナミくんが買ってくれたの。そっか。それまでずっと、それ着てたんだ。ありがとう。それがなかったら、ミナミくんが探しに来てくれた時、多分私出ていけなかった。千代美！千代美！ここだよここ！みなみくん！みなみくん！そしたらこんな姿で生きていけなかったかも。そっか。ちょっとは役に立ってたんだ、俺。これが最初に私を守ってくれたの。俺、チョビ子が小人って設定なのは堀切氏の文学上の比喩表現だって。まさか本当に。リクに返事しなきゃって思ってたけど、まずは元の姿に戻らなきゃって。そりゃそうだよ。でもとっくに返事はもらってたし。え？チョビ子読んで、あ、俺じゃないんだって。ミナミも同じ気持ちなら俺の出る幕はない。高木、本当なら一発ぶん殴りたいぐらいだ。殴ってもいいぞ。ミナミくん、その代わりと言っちゃなんだけど、一回だけここに入ってもらっていい？え？高木、おい、そろそろいいんじゃねえか。リク、リクってば。やべ、今度は俺が殴られそうだ。
ぱりお前のこといけすかないやつだって思ってたし、今も苦手な気持ちは変わらない。でもありがとう。俺も全く同じこと思ってたよ。まあ堀切氏のことはお前に任せたから。うん、そうだ、一寸姫伝説詳しく調べたら打ち出の小槌だけじゃダメらしいよ。え、お前たち打ち出の小槌は試したんだろ。ああ、それだとまだミッションは半分なんだって。原本では一寸姫は小槌を振るった後、あけぼの岬で朝日に向かって拝んで大きくなったらしい。あけぼの岬、行ってみたら。たく、急に一人旅なんて言い出すんだから。旅なんて大げさだな、一泊だよ。たった気分転換も必要だよ。おにぎり持ってきな。ありがとう、おばちゃん。じゃあ忘れ物ない？大丈夫。行ってきます。おはようございます。あ、みなみくん、おはよう。こんにちは。あ、はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日泊まれますか。あ、お一人様ですか。はい。あ、どうぞどうぞ。こちらにお願いします。はい。さて、お母さん。ん？あの子高校生よね。お客様の詮索はしないこと。どうぞ、こちらです。若い男性がお一人でいらっしゃるなんて珍しいですね。あ、明日の夜明けに曙岬から見える朝日を見たくて。ああ、一寸姫さんの。ご存知でしたか。ええ、里見八犬伝の伝わる土地と言われますけど、どちらかというとこちらでは一寸姫さんの方が有名なんですよ。あ、そうなんですか。どうぞ。ありがとうございます。ではごゆっくり。
ほら着いたぞ。お一人様だって。まあ俺たち一心同体だからな。どういたしまして。まあ交通費も宿代も一人分で済むから助かったよ。どうした、チョミ。おばあちゃんのおにぎりおいしい。しかしばあちゃん気が利きすぎだよな。一寸姫と一緒に行くなんて一言も言ってないのに。おばあちゃん本当はいろいろ分かってるのかもね。うん、かもな。うわー、綺麗。綺麗だな。気持ちいいね。うん、こんなゆっくりお風呂入るの初めてだね。そうだな、いつも交代で入ってるもんな。どうしよう、今突然大きくなっちゃったら。え？そっか、温泉療法って言うもんな。やべ、どうしよう。怒られちゃうよ、お一人様だってことだったのに二人になってたら。いや、そういう問題かよ。そしたら南くんの浴衣貸してね。いや、じゃあ俺は何着るんだよ。そっか、南くんパンツいっちゃじゃん。マジかよ。パンツいっちょ、パンツいっちょ。はあ、おいしそうだ。取り皿一枚いただいてもいいですか。猫舌なんでいつも取り分けて冷ましてるんです。かしこまりました。ごゆっくり召し上がりくださいませ。ありがとうございます。小皿今お持ちしますね。千代美。変なドラマの見過ぎじゃねえか。普通に新婚旅行とか婚前旅行だってありだろ。いただきます。おいしい。うん、うまいな。これ人生で一番おいしく感じるよ。こんなゆっくり南くんと二人でご飯食べられる日が来るなんて思わなかった。うん、そうだな。うん。失礼します。うん、美味しいよね。うまい。自宅じゃんこれ。うまいなお前。こっちも美味しい。私、南くんにもう一つ言わなきゃいけないことがあるの。え？なんで？私ね、小さくなってからこのまま元に戻れなかったらって不安だったけど、でもずっと南くんのそばにいられて幸せだった。どこかでこのままずっと南くんのそばにいたいって思ってたの。ごめんね。潮見。だからうちで猫槌で元に戻らなかったのは私のせいかもって。やっと言えた。
俺も言わなきゃいけないことがある。え？小さくなった千代美と一緒にいるうちに、俺もどこかでこのままずっと俺だけの千代美でいてほしいって思ってた。俺こそごめん。南くん、やっと言えた。本当なんだってば、お母さん。さっき明らかに女の話し声がしたんだから。テレビでも見てたんじゃない？ううん、あれは誰か連れ込んでるね。てか考えてみれば、一人なのに鳥皿とか変だもん。あ、猫舌とか可愛いこと言って騙された。コレン、あ、おかえりなさいませ。ありがとうございます。あの、明日の日の出の時間って大体何時ぐらいですか？あ、岬に行かれるんですね。そうですね、今自分だと見に行かれる方皆さん4時ぐらいにおいでになられますよ。そうですか、ありがとうございます。ご利益あるそうですよ。大体カップルさんとか新婚さんが行かれるんですけどね。僕も彼女と幸せになりたいなって。ではおやすみなさいませ。どうぞごゆっくり。一人だったじゃない。ていうか紅代ちゃん、お客様に失礼な態度取っちゃダメでしょ。ここは癒しの宿なんだから。やっぱり彼女いるんだ。短い恋だったね。でもお客様に恋しちゃダメよ、いつも言ってるじゃない。お母さんにそんなこと言われたくない。ドキドキしてる音聞こえるよ。してるよ、ドキドキ。私もドキドキしてる。大丈夫？大丈夫じゃないけど、まあお前が来てからずっと大丈夫じゃなかったから。そうなの？
みなみくん。せっかくここまで我慢したんだから2回目は明日に取っておこう。2回目？覚えててくれてたんだ。もうすぐだぞ、千代美。ここか。見逃しちゃやばいから空見たろ。着て帰るもんないと偉いことだからな。俺千代美が好きだ。大好きだ。南君、俺お前と一緒に毎日山に行ったり川に行ったり一寸姫探してる時が一番楽しかった。私もあの時が一番楽しかった。いつかまたあんな風に南君と一緒にいられたらって。いられる。俺はもうお前から逃げない。愛してる、千代美。南君、千代美、前。私を元の姿に戻してください。お願いします。愛する南君とずっと一緒にいられますように。どうかどうか。寄り添いながら
私たち家に帰ったらお互い忘れよ。今までのことはなかったことにしよう。みなみくん、僕ちおみ大好きだよ。うん、一緒にいよう。約束。